ニコラス・ロンバーツは、ベルギー・ブルッヘ出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはディフェンダー。クラブ・ブルッヘの下部組織出身だが、トップチームに昇格できず、2004年、カーヘントでプロデビュー。その後、メキメキと頭角を表し、2007年に FC ゼニとサンクトペテルブルクへ移籍。1年目は、レギュラーには定着できなかったものの、9大点の活躍をしたが、 二年目は膝の怪我でほぼ全休するなど不本意なシーズンに終わった。三年目もシーズン前半は前述の怪我で棒に振っていたが2009年7月19日の FC テレク、グロズヌイ戦でようやく戦列復帰を果たした。2010年にゼニトとの契約を4年延長した。 A 代表初キャップは2006年5月11日、行われたサウジアラビア代表との親善試合。ユーロ2008予選には3試合出場している。その後は2008年2月から2009年7月まで、追った大怪我の影響もあり、代表からも遠ざかっていたが、恩師のディック・アドフォカーと監督就任を境に、代表にも復帰している。 2010年10月12日のユーロ2012予選、オーストリア戦で後半ロスタイムに代表初得点となる勝ち越しゴールを挙げた。ありがとうございます。